こんばんばは寒い帰りました <laughs> もう今日はお疲れ様ってことで <laughs> カード開ける配信するだけなんですけどえでもまずは公演の感想をちょこっとねはい公演終わりなんで今日ね無事に初日を迎えることができました お疲れお疲れ様一旦、少し気が楽になったところですはいホッとしましたすごいホッとしましたホッとしましたって言葉がもうすごくもうその通りホッとしましたすっごいこんなに正真正銘なさホッとしましたってないよねってぐらいのホッとしました何か言うねんって思うかもしれないけど 本当にホッとしましまた、はい、気が楽に気が楽なんだけどでもね気が楽なんだけど気が楽なんだろうけどいや全然まだまだですねはいまだまだな部分もたくさんあるけどうん一旦何これ <laughs> ファインプレイ「ニャンニャンニャンの日」だからでも関係なさそうだったよね今のうんそう公演はほんとよく見つけたなってくらいすごいなんだろうあんまりコンサートとか披露する機会がなかった曲というかでもすごい一曲一曲なんかなんだろう いい曲なんですよねそう全然ねえ全然こう耳にしたことない曲も多かったと思うんですけど私もそう私もそう本当にそううんすごいなぁと思ってこんなになんかあんまり色ついてない曲ってなると自分の色をつけやすい気がしてるというかそうね 自分たちの色にできやすいいかなと思ってます、はいね、すはねごい知ってる曲多いって多かったとか言う方もそれはすごいがっつり曲を聴いてくださってる感じですね KB のね私もあんまり知らない曲結構結構ってかほとほとんどっていうかほとんどではないね 半分くらいはでも知らなかったでですね、うん、でもそういう方がいいですよねやっぱオリジナリティ持ってやっていける方がこっちも逆にでもすごい難しいなと思ってその参考とかになるものがないというかうんあのー、作っていかないといけないじゃないけどうん基盤がないっていうとあれだけど何て言うんだろうこのセットリストはだからもう今回が初めての。 だったりするとか劇場でやったことない曲とかがあるってなるとそう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 あの先輩たちが踊ってきたものがないとかそういう意味で参考になるものがないっていう言い方あれだけどうん「君の嘘を知っていた」とかいう曲もそう振り今回ついたんじゃないかなっていう曲もあったりうん本当にそういう意味ではでも難しいけどその 参考,参考がないって意味では難しいかもだけど逆にやりがいはあるよなというかねどん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 こうしていきたいなとかこう見せてられたらなみたいなのはすごい出てくると思うっていうか、うん、いや本当にリハは大変でしたよ <laughs> 本当に大変でしたようん本当に限られてたのでかなり <laughs> ちゃんと入りに行くよ私はい,いやそうなかなか時間のない中みんなでなんとかなんとかやったのでうん <laughs> そうええー、うんでもやっぱりね楽しかったです16人公演は十六人公演であこんな感じだったなっていうのもすごい思い出したし うんねえみんな一旦気が抜けちゃいそうって思っちゃうけど明日も私はお話し会があるのでお話しオンラインだよね私そうオンラインお話し会欠席しちゃった分の振り返りがした明後日あさってあるので聞けるのかな感想とか感情とか何でも話したいですけどねうん今月全然 そういういのなんかもう毎日リハばっかりもう私は今何のリハをしているんだろうかってぐらいのリハ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 ですっていう感じなんでまあそう,そうなんですよね、うん。いっぱいしゃべりたいなって思います。ね。 そうあんまり良くないけど振り返えが振り返りのタイミングがめっちゃいいっていうか正直すごい話したい気持ちでいっぱいだからそういいタイミングで振り返り来たなっていう思いはありますね早めにやってほしいっていう声もいっぱいある中でねこんな2月まで伸びちゃったけど私的には2月ああいい時に喋れるねって思ってますよ <laughs> すすいいまませんはい、思ってます,すいませんありがとう。 剣持ってくれてるだけでありがしいです本当に嬉しい,嬉しいうんもう明日だけどね本当に明日明日だよすぐだねうん今回そうだねうん来月からお話会始まりますもんね次のねそうそうそうよろしくお願いしますそちらも 明日から3連休。そう、明日祝日なんだよね。うん、待って「2月22」っていうんですねやばくないこの現実もなかなか来るものがあるわと思って <laughs> あの今日あのオンデマのコメント書きでいつも日付とあの時間とこう書くところがあるんですけど「2月22」って 分かっっててたたけど2月22日って書いた途端にえもう3月じゃんって2月,の2月に申し訳ないこと言うけどでも今年はウルトシだから1日多いからまあちょっと2月はちょっと多いかもしれないあと1週間で終わるよでも2月が考えたらびっくりしない2月って何だったんだってぐらいいやそんなことない本当はもっといっぱいいやいろいろあった2月うんいろいろあったんだけどリハもいっぱいあって。 あドボンコンとかもやってるし確かにめちゃくちゃいろいろあったはずなのに2月の22なんですよ今日その事実がびっくり書いてて「ほんとか?」って思いながら「ほんとか?」と思って「あ22に延期だったな」と思ってもうびっくりだよ <laughs> 全然伝わってる <laughs> うそうただただ普通のこと分かりきっていることをずっと 言ってるだけなんですけどね。びっくりです。うん。ねえ。本当にいろいろ時間がないよねー。うん。そう、やることが。五個ぐらい溜まってます。今。五個ぐらい。数えるだけ、もう数えたくないね。知らないわ。もう。もうってなってます。今沸騰してるもずっと。 ずっっっと沸沸騰騰ししててててるる状況でも夜間が沸騰してーってなってるような感じ、あのクレヨンしんちゃんで」でポッポーって言ってるような感じ全然伝わらないけどしんちゃんがポッポーってなってるような状況だから頭を冷やすためにかき氷を食べたいほんとそう思いますねうんもう体から冷やしていきたい全部をだからかき氷がすっごいちょうど私を 私をこう冷ましてくれる大事な食べ物としてはいあってくれるので、はい、全然伝わらないもう今日全然伝わらない話しかしてないんです,、はい、すいません初日迎えてもとりあえずもうもう,もう一旦 <laughs> うん明日はさ明日は寒いんだよ明日も寒いんだようん よろしく明日もよろしく寒いからね気をつけてね私もね体調も気をつけよう気をつけようね <laughs> 手に握ったままずっと喋ってる <laughs> あ猫来たはいチーズ持ってるけどね <laughs> 明日雪降るのえっ、ー 無理無理無理それは無理開けちゃおうそんなことより開けていきまーす <laughs> ワ,ンー <laughs> ワンピースだけがありがとうワンピースだけがありがとうん、ワンピースはすごい息抜きですからねあのね毎日見てます今はちょうど反撃だって言い始めた頃であのー、あれですあれですシーザーのもとに ダッシュで向かってるルフィが「UFO」「ゴムゴムの UFO」ってやるんですよもうそれにもう昨日昨日めっちゃ笑っちゃって爆笑してましたこれめっちゃおもろいじゃんと思って「ゴムゴムの UFO」って言いながら敵を倒していくんですよ UFO のようにこうやって動いて足をぐる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 回してもうふざけすぎでしょこ,うこのさシーンと思ってこんなシーンあったと思ってもう爆笑しちゃってはいドライヤーの時間に爆笑してました。 めっちゃおもろい今もうさらにおもろい今見てるとこちょどんどん面白くなっててかもうなんかなんだろう微笑ましくなっちゃってもうゾロとサンジの会話とかでもうなんか信じられないぐらい笑ってんのもうなんかお笑い見に来た人ってぐらい笑っちゃうなんでだろうなんか余計に1周目の時こんな笑ってなかった逆にって思いながらもう2週目はもう本当におもろすぎてやばいあの えこんな会話のシーンあったみたいな <laughs> だから2回目見るとね全然やっぱ違いますね劇場とかもそうじゃないですかやっぱ1回見てるだけじゃねこう見つけきれない部分ってやっぱあると思うんですようん,なんか今日も初日見てくださった方はまだ見つけられてないと思うんでこっからまたいっぱいねこっちもねいっぱい用意していくんでそっちもね もうそれ全部見つけも間違い探しかのようにもう探しまくってもらって開けましたんでよ見ましょうかねあそうにゃんにゃんにゃんの日だよにゃんにゃん,にゃん、うん、ちゃんと空気読んでるんですけれどもあのカードのカードボックスを自分でねあの抽選したんですよ あの都内の全店舗で昨日池袋のメール来ててもう落選メールが届いてもう泣いてた泣いてはないけどうわえー、ってなって,てああ絶対今日来ると思ったら今日来てて今日の夕方にでも全然携帯開かずにほんと今日一日過ごしてたんですもうびっくり私帰ってきて帰ってきてて公演終わって充電見たら80%ぐらいあって私こんなことないんですいつも携帯めっちゃ使うタイプなので80%も残ってることないんです一日過ごして。 でも今日公演終わりで80%ぐらいあったのすごくないそうそれででメール見たらさーやっぱ来ててうわー開くか開くかーと思って開いたらお台場落選渋谷渋谷なんて一番激戦じゃないか麦わらストアのあれだ本店だぞ本店なんて無理だろうポチ落選悲しいって。<laughs> なりました <laughs> 悲しすぎる悲しい楽船楽船楽船全部楽しました悲しいこれで渋谷これで渋谷がもう当たってたらもうこれはやばいと思ってたんですけどだってそらね夢は見ますよ一応、うん、だって渋谷店だよそれも当たってたらもうもうそれはもう公式大会に出るしかないと思ってたけど。 <laughs> もうん。悲しい。でも見ていきます。ああ、悲しい。悲しいよ。悲しい。<laughs> ああ、うるせえ、行こう。<laughs> 麦ブラストア行こう。ほんと行こう。あれよ。あれ行きたい。お台場ね。お台場行かなきゃ。波動。波動出るよね。あれ 波気のせい次らへんに出ない出そうじゃないマジでこれずっと出てるねえ次多分波動出るんだよねそこで行こうかなと思ったけどこれ言っちゃったらみんなねえ行く <laughs> あねえくけど「シャンブルズ」あれ出ない気がするあれ出ないの <laughs> ああれ私次,次出ないっけじゃじゃーんお、おキュロスだえキュロスのリーダーカードやばじゃんおキットキラーなんだ一応え,え強そう強そう速攻だ 相手のライフが2枚以下の場合このキャラはターン中パワープラス2000だって超とんでもないじゃん怖わあ出ないってあ本ほんとあれ私出る出なあ嘘出ないんだ <laughs> あそう出るつもりだったあれ出る気満々だったなんでだろう出たかっただけこれ言われたかわかんないけど え自分が夢だったのかなもう分かんない。夢をなぜ見るのでしょうえ、かわいい。もうかわいい。T <laughs> ボン。T ボンだ。うん。ね。はいはいはい。いただいきます。 え、待って、でももうあと3パックしかないからもう丁寧にえー、ラブーンかわいいラブーンいいね <laughs> ああ入った <laughs> うんおーえさっきとなんか一緒じゃないおっスラホシのキンキラ かわいい,かわいいけどこのゼロってのは気になるけどねもう明らかあブロッカーだもうブロッカーブロッカーとしての役割かわいい白星ってあんな泣き虫だったんだなってことを忘れてた確かに泣き虫ってずっと言ってたのルフィンもう終わったんだよ巨人とも寂しいじゃあ えなんかさ今日似てないずっと同じカード出てるまあでもともとさ61種類だから少ないんだよねえええ,えもう一緒じゃない中身えじゃんおお最後に技か船かと思った今技だったあれじゃんドフラミンゴやミンゴミンゴえ 全く同じじ,ゃなかった今同じ流れだったよねええ,えっえっえっえええ一え,え,え ?1 個前のカードとさ4枚くらいかぶってるすごくない逆にすごくないもうすごいじゃんそれはラストです次のカードはーどうやって手に入れるようマジで本当にでも自分でも自力でも手に入れたいでもやっぱ麦わらストアの大阪に行った時に めっちゃ山積みだったからいけはあるのかなかえ出過ぎー出過ぎーおおなんか新しい鮮やかでもなんか見たなこれもえなんかさ地味に強くねか九千もあるんだけど地味に強くない地味に強ま七、あ、コストいるけどね うわもうこれがもう好きもうこのさこのここがもう好きだもんもう,もう好きになっちゃうねこれはこの両手がもうかわいいですねもうこのサイズでももうかわいい最高はい最後じゃーんうーん このカード強いのかもしれないけど、全然ミニメリー号のこの両手上げの方が全然最高。かわいい。<laughs> かわいい。見て、このカード見てこの、こんな引きだとこんなだよ。どん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 近づいて、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 近づいたら。じゃじゃーん。推しです。<laughs> かわいい。かわいいね。 なるほど被り多かったででですすねでも嬉しいですこれずっと開けたかったんでもう私この公演,演終わったら絶対にもう何が何でも絶対に開けてやるぞっていう気持ちもありつつこの,あの初日を無事終えられたあのはいすいません裏テーマじゃないですけどあのご裏ご褒美ってやないですけどもご褒美を決めてたの開けるっていうはいもうとても,もう今日はもう何も、えー、っと思い残すこともなく。 あのー。今日は終えられそうです。はい。<laughs> はあ。お、お。あ、終わっちゃった。うん。今日限定なんだ。このエフェクト。猫の日だって。はい。<laughs> はい。すいません。 すみませんごめんせい,ごめんせい雑猫うんいやーテンション高いって公演後だからねいやもうでも本当に無事終えられて次は僕隊に出ます確か 日曜今日が木曜日だから明日が金曜で土曜で日曜だ日曜に出ます月曜も出ます <laughs> やばい僕たいもって意外と久しぶりじゃない1か月ぶりぐらいいや 1> 1ヶ月ととはいいええ覚えてるっしょと思うじゃないですかこの1か月でど何曲を覚えたの数えさせてほしいってぐらい <laughs> いやなかなか膨大なデータ入ってくるとねんかなり1か月前は完璧だった曲が全く踊れなくなったりするんですよねそうなんだよねいやそこまではそこまでは踊れなくなってない踊れるとは思うんですけどね 何曲覚ええたかなねえまずこの公演でさ今日の公演でさまあやったことあるにしてもフルサイズなのでまあまた話を変わってくるとかまあオネストマンとかだと「ニサビ」とか2番部分だけは全く分かんないわけあれは0.5曲だと見なしてもいいんだけどもうんでもそんなもんですね あユニットは臭いものだらけなんですよえネタバレになったらごめんねでも「公演終わり」って書いてるからまその可能性もあるよねと思いつつ見てくれてる人がいるって思っているよこの配信見たらネタバレだって思うかもしれないけど私「臭いものだらけ」言ったことあるっけや,やろうとしてたみたいなこと言ってないか言ってない 臭いものうん言ってないそうそうそう熊本でやろうとしてたんだよねって話臭いものだらけどこかでそうそうやっと披露できたやっと披露できたっていうかそう <laughs> 嬉しい お蔵入りになってただから私でもちゃんと2020年とかですよね20年の振りぶり持ってるもん自分が踊ってたクサ呼だらけの振りぶいちゃんと撮ってるそう頭が丸い時代頭が丸いあのボブみたいなもう頭がもう丸い頭してる時こう <laughs> 真っ黒いそうそう あれあれあれれのマジで遠くから見たらこな,なんだろうこけしって言ったらいいのかなこけしみたいな感じの頭してる時にはい振り声持ってるえそのね切り取ってもいいけどそう聞り取ってもいいけどその時代の「めっちゃそれよく着てたよね」っていう T シャツだからめっちゃおもろいよ。 あ <laughs> の当時を知ってる方はああこの時代あったねっていうなると思うんですけどいやだからそうなんかそれができてよかったいつか確かにやりたいなと思ってた曲だったからすごい嬉しいし、まあ、もっともっとね頑張っていきたい待ってーあと4分で終わるの今日マジか今日が終わる頃どんな一日か 夕日を背中に思ういい一日でしたね <laughs> 今日だからリハで全曲やってゲネで全曲やってだから3公演やったんだねでもすごい元気かもでも多分このあとすっごいがっつり眠気が襲ってきます私を私は今から眠気に襲われます じゃあランキンキグ読んでいきます13位プチコ12位アットマークインターネットサインか当たるかなリミスター応募してくれてありがとう今受け付けてます11みおさん10位ダーワーさん9位ほら野原アットマークお姉ちゃんかき氷何杯食べれる実際2杯しか食べれないっすね <laughs> マジです <laughs> 8位ほのこアットマークおつなるありがとうおうちゃん 7位ウンジンアトマーク初日ありがとう世界一可愛かわいいちゃんかわいいちゃんありがとう <laughs> え6位光アトマーク世界で一番好きだにかけてる世界で一番だ好きだー <laughs> ありがとう <laughs> オネスティじゃん5位ケイタそして4位キャハアトマーク猫なるかわえ猫 あさっきのああれかあっちかありがとう3位ケンケンアトマークかき氷デビューしたおレモンカードとジャスミンティーおいいじゃんいいじゃん美味しいよね2位栽培アトマークラップーンえな何これおだんあ髪型 <laughs> お団子ピヨピヨってことか <laughs> 分かっちゃったなんかやだ <laughs> 1>, <laughs> 1位8位は頭く初日はつなるからの明日よろうあ嬉しい明日よろしくねマジでいいタイミングすぎる話したいね明日も明後日も楽しみだはいもういっぱいしゃべりたいけど明日も明後日も喋れるということではい今日の配信は終わりますまだ時間あるかな1分くらいあるかなありがとう皆さんお疲れ様です今日も一日よく寝ましょうん <laughs> おやすみ。またねー。バイバーイ。<laughs> 最後に抜き打ちテストみたいじゃん、これ。<laughs> ありがとうございました。バイバーイ。おやほみ。<laughs> <はっ> <laughs> 終わろうとしたら来るんだけど。うん。じゃあねー。バイバーイ。うん。